はい、どうも。いつもはね、関車に乗ってね、ツイキャスをね、やるんだけどもね、今日はね、YouTube のネタもないっていうことでね、まあ、こんな感じ、うん、たまにはちょっと YouTube の方にも載せてみようかなって思ってます。はい。で、これ情報用というか、今これ、ただの渋滞だと思うけど、ね、違う、これ、ね、自己渋滞らしいんで、ちょっとね、どうなんだろうな、どれがかかるんだろう。通常だとね、今から行く場所だとね、混んでなかったらね、15分ぐらい着くんだけど、どれがかかるのかな。まあ、ただの赤車の車窓うん、をご覧ください。では、VTR スタートって VTR でもねえな。どうもスタート。はい、というわけでね、はい、これね、私もね、中古車屋なんでこういうことをね、はい、まあ赤車乗ったり悩んだ、はい、してるんですが、いつもね、ここら辺ね、混むんです。ここ、まあ、帰宅ラッシュ時とか、そういう時はね、すごく混むんですけど、どうなんだろう、ね、まあ、今乗ってるのはね、三菱のキャンターというね、カメラがガタ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 するので、ご了承くださいね。はい、何から話せばいいかな。何から話そう。どことなく別に何もないんだけど、最近そうだね、動画がアップできないのは、まず、面白いのがない、人と被ったことになっちゃう、あと取り忘れてる、そういうのが多いですね。はい、ってことなんですけど、ちょっと別に渋滞しないかな。あれ、なんかさっきすげえ渋滞って聞いたんだけど。車検の車ですね。ちょっとね、見れる範囲内では見て、で、あとはもう任せてもらう、適合証書を切ってもらうという、はい、ただそれだけの話なので、はい、特に何も喋ることないので、はい、そうね、カメラもガタガタつくんでね。いい案があればね、ぜひね、いい案があればぜひね、じゃないか、ね、一生懸命頑張って撮っていきたいなって思ったんですけどね、なかなか、ね、うまいこと撮れないとかね、もうね、ちょっとね、本当ね、アルファードさんのね、ちょっと PV みたいなのはちょっと僕ながらちょっとね、作ってみたいなって本当にガチで思ってるんで、まあその辺はね、いや、ってことでね、こんな感じの、なんだろう、よくわかんないな、別になんでもないような、車窓動画、車載動画でした。はい、皆さんね、よかったら。最近ね、ゲームキャストやるじゃんね、あのさ、ライブ中にさ、いきなりもうさ、バッドボタン1個絶対ついてんだよね、本当、僕ですっていう人は言ってね、別に怒らないからさ怒らないから言ってね、バッドボタンつけてる人言ってね、絶対言ってね、ちょっと逆に知りたい、その、根本的に
嫌いなのかな。どうなんだろうね。はーい。ということで、別に、なんでもないような、赤社からの、謝罪動画でした。それでは皆さん、頑張ってね、動画撮るんで、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。